ここ1年で日々の生活は何も変えてないんですけど、7キロくらい太ってしまって、さすがにちょっと危機感を感じたので、まあ、どうにかちょっと痩せれないかなっていうことで、ヨガに通おうとしたりとかジムに通おうとしたりとかっていうのを試みたんですけども、結局通えないっていうのがちょっと自分の性格なので、なかなかそういうのでちょっと痩せれずにいたところで、まあ、今回ちょっと医療ダイエットがあるっていうのを知って応募させていただきました。7キロぐらい痩せたいっていうふうにちょっとお伺いしてるんですけれども、年齢もまあ33をしようなんですけど、はいはい、でまあ、代謝どんどん落ちて取っていくよっていうのは、まあ、いろんな人から聞いてたんで、生活で変わったこととかありますか？結構あります。なんかもう食べなかった指輪があったんですけど、ベンチで着るくらいの、それが抜けたのがもう1ヶ月くらいで取れるたりとか、着れなかった服が着れるようになったりとか、すっきりされましたね。めっちゃ痩せました。船越先生にお会いしてもらって、3ヶ月後のインボディを一緒に見てもらおうと思うんですけど、その前に美容院のザックさんに来てもらったので、さらに綺麗になっていきましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。こんにちは、初めましてと思っています。よろしくお願いします。お願いします。今日髪型とカラーとのカットはどんな感じにしますか？はい、ちょっと伸ばしっぱなしでボサボサ気味なので、はいはい、すっきりしたいなと思ってるんですけど、うん、特にちょっとどういう感じにしたいっていうイメージがないので、ボサさんにお任せしたいと思います。ありがとうございます。多分今ちょっとボサッとして、まあ、色も抜けちゃってるので、そこも少し色を入れつつ、ちょっとツヤ感を出しながら、お顔ちっちゃいのでちょっと短めにカットしてもいいのかなと思うんですよね。はい。髪の毛のパサつきとかを抑えられるようにしっかりトリートメント入れて、カラー剤の中に混ぜて、作っていきますので、はい、楽しみにしてください。はい。メイクとかしてもらうの、うん、ほぼ初めてなので、ほぼ初めてというか初めてですね。なんか成人式とかの前撮りとかじゃない以来とかなので、とても楽しみです。なかなか人にメイクとかやってもらって撮影するってないですよね。なんか今回そのダイエット企画っていうので聞いてたんですけど、どういったやつをされてるんですか？されてた？ですね、医療ダイエットっていうやつなんですけど、私もなんか全然知らなくて、なんかよく SNS の広告で見るなくらいの程度だったんですけど、なんかモニター応募でモデルになるので、まあ、そのいろんな施術受けれるっていうのに応募して、いろんな施術があるんですけど、それクリニックに週に1回とか行って、でダイエットするってやつで、3ヶ月で8キロ。そんなにですか？そうですね。健康的に痩せられるっていうことですね。そうですね。どっちかっていうと、私なんか今まで朝昼食べてなくて夜だけしか食べてないっていう感じだったんですけど、まあ、朝昼晩はしっかり食べて、よく睡眠をとるみたいな、すごい健康的になった気がしますね。お酒とかも割と飲みに行ったり、ご飯食べに行ったりも結構してたんですけど、はい、もうなんか順調に痩せれて、本当にやってよかったなと思います。すごいですね、うん、島田です。今日はよろしくお願いします。お願いします。
濃すぎず薄すぎずも、はい、私なんかも取るのかなと思うので、はい、大事にさせていただければと思います。お願いします。あとはお食事とかはどんな感じだったんですか？まず朝昼晩でしっかり食べることと、3食？はい、朝はもうプロテインとヨーグルト。でもお昼は普通にちょっと高タンパク、糖質なコンビニ食。あ、なるほど。あ、オッケーなんですね。全然いいみたいです。で、夜はまあ比較的自炊を心がけてはいたんですが、全然飲みに行ってました。本当ですか？代謝どんどん落ちてステイせずにどんどん太り続けてるので、はい、1.5 キロくらい今痩せれてる状況です。昨日ちょっと外食してしまったので今朝体重測ったらちょっと増えてたんですけども、どんどん2キロ3キロ簡単に今月中で痩せれそうだなっていう感じです。それでは登場してもらいましょう。ケンヌさん。はい。おー、痩せましたね。痩せました。めっちゃ痩せました。めちゃくちゃ痩せましたね。はい。おー、びっくりです。びっくりです。はい、ちょっと最初分からなかったです。いや、本当になんか友人にもなんか、はい、同じ人じゃないみたいってめっちゃ言われます。ですよね。はい、いや、初回から途中経過もすごく変わったなと思ったんですけど、はい、さらに変わりましたね。はい、めちゃくちゃ変わりました。ありがとうございます。かなり変わりましたね。今回体重が約9キロですかね。かなり減ったんじゃないかなと思います。はい、はい、でそれと同時にですね、この脂肪の量がですね、これも標準に入ってきて、かなり脂肪を減らすことができてるんじゃないかなと思います。内臓脂肪のレベルももともと7という値だったのが4ということで、かなりここも下がっていて、非常にこの健康にとっても良い痩せ方をしているんじゃないかなと思います。はい、今回ですね、医療ダイエットの中でいろんな施術を受けていただいたと思うんですけども、特にこう印象に残っている施術などありますか？はい、そうですね、全部印象的ではあるんですけども、脂肪溶解注射ですね、痛みも本当になくて、内出血とかもほとんどなかったですね、なのでなんか脂肪溶解注射も本当にこれからもリバイブすることないと思うんですけど、気になるところにがあればなんか頼っていきたい施設だなっていうふうに思いました。ぜひぜひ。はい、よかったです。本当にその効果が現れてると思います。はい、はい、今回ですね、ケーンさんが理想の体型になれるようですね、我々サポートできたことすごく嬉しく思います。3ヶ月間お疲れ様でした。ありがとうございました。最初始めるときは少し不安な部分っていうのもあったんですけども、施術とあと服薬する漢方とかもろもろっていうところも多分自分にすごく医療ダイエットが合っていて、で最初の目標体重43キロっていうところだったんですが、割と早々にそれがクリアできて41キロくらいまで持っていくことができて、大変満足する結果になりました。ヘアカットとかカラーとあとメイクも本格的にしていただいて、本当にヘルシーに痩せてプラスなんか綺麗になれた自分にご褒美をあげたいと思います。本当に通ってよかったと思います。ありがとうございました。
今飲んでるんですけど、タイプ2も別も飲んでるから、あーね、飲もう飲もう、またびっくりした